えっと「キリのマルガリータ」に出てくる重要な人物謎の女実は性別不詳この人物は杉田美代さんがモデルなんですけど逆なんかなこっちがモデルやったんかな杉田美代さんの <laughs> つまりうちが書いた物語の原因で実際の世界にそ,その人物っぽい人が本当に現れるから そっっちちの方からからなどっちやろこのあの裏の裏っていうか裏じゃないけどこんな人物も登場しますけど <laughs> それはまあこのキレのマルガリータのそのス,スエムズウエムって、ね、書いてるうーんスニエムやなスニエムスニフっぽいって言ったら怒るねんけど あの時もなんかスニーフっぽいとか言ったらめっちゃ怒ってたからね。CISB で二の自由学院で、あ、誰がっっ言ったの違う言ったんだ怖いな。誰か、誰ともなしに誰が言ったかな。あるいはさ中山君が言ったのかな。中山君もおったはずやから、あの,あの場所に。で、中山君はでもはね、CISB 参加したんかな。なんか見学会兼ねてるからね、キャンプはね、日本のキャンプは。さて、それで、えー、っと、月のマルガリータで、 2種類の民族が登場する、うん、今の地球と同じようにアスガルド系と丸づく系でざっくり言っていいんかしらっていうのはねそのじゃあもともとヤマト民族って魚っぽいで私たちエルメスは猫っぽい中山聖華先生は漫画家の鳥と猫鳥っぽい 人人間間と猫っぽい人間の話にしたでもうそ魚なんで魚までいった戻ってしまったかつまりねヤマトはもともとエルメスの、ね、うちの一人っていうかまあ末っ子二人って言ってるんかエルメスの末っ子二人がヤマトになってんそれは末っ子二人をヤマトにするっていう意見になってんねん実はなだからヤマトも気の毒よ言うてたやろだからヤマトの,その 細胞起こってんのちゃうで。な、いつも言ってるやろ自我起こってんの。自我はエルメスじゃないから。エルメスの末っ子2人をヤマトに変えてしまったのがその自我やからね。そのまあ2人組の自我に対して起こってんの。その2人組の自我のことを人しとあすかって言ったりするわけ。あるいは、なる人とあや人って言ったりするわけやねいろんな2人組ね。で、まつ、あ、よしとしっていう場合もあるわな。 その、まあ、ゴリとラーっていう場合もあったり <laughs> それとあとニコちゃんライフとその手下とかな勝とその手下とかあと <laughs> らチ恵ちゃんという名前じゃんもそうかと <laughs> かとにかく対照的なコンビ二人組コンビそれをもともと一人だったのかどうかっていうとじゃあうちのねうちがうちの父にもみんながうちを巡って大,大争いするから。 じゃあ2人にするってされたことあるけどそれが原因の可能性もあるしでもじゃあ末っ子2人ってどういうことって言ったら末っ子2人って扱いにしたんでしょじゃあうちの卵子というかうちの子孫分割されてしまったうちの子孫それはね人間の卵子を分割したらもう猫にしかなれないしそれを更に分割したネズミにしかなれないんですよね分割し続けていくと子孫という形じゃなくてね 分割による疑似子孫は最後魚になってやっとブレーキかかったんちゃうもっと戻っちゃったのもいるでしょうけど何をやってるんでしょってしょ光の玉ってそれやから最後コロナになってコロナウイルスねそこまで人の卵子分割するんちゃんは明らかに悪意がこもってるでしょまあそんなこんなでなんとか魚まで戻ってこれたあるいは魚からなんとか切り返し引き返せた 人たちが山だやねん。せやけどもうエルメスの文脈持ってへんねんな。ずるい騙し。魚のまま地上を生行るの難しいから。ダゴン族やねんな。だから、その山と民族がね、ユダヤ人がね、ハイブラヤ人がね <coughs>。まあ、ハブルとかでしょ、ハブライ人。ハブラレ人とかだね。ヘブライ人とハブラレ人。で、結局、ハブカるね。 ハブかれた二人がそのハブられ人エブライ人やねんけどねでじゃあ結局最後その魔女と犬はハブられるって書いてあるやろどこからとうちから <laughs> うちのマトロイシャカからハブられるってうちもかでもそなんかうちの分割されたバージョンはもううちというマトロイシャカからハブられるしかないねんな最うあとむちゃむちゃ迷惑をかけたわけやんけども、 分割したの落ちっちゃうしな <laughs> みんなが勝手に。勝手にその双子、なんちゅうのえっ、ー、と、一卵性の双子に勝手に通ってんけど、だから双子も安定性ないでしょ。やっと回収して一つの輪に戻って戻ったってことはこれからまた休憩銀河に戻る、あの、軌道にやっと入ったわけ。じゃあ、もうこの人は登場する話っていうのも、 本来かかかない方がいいがらだからだってますけどねみんな大泣きしたこの人のエピソードやけどねこのスニエモのねだから感動を求めるは何か描かか方がいいと、まあ、イラストだけにとどめようかなとだから今回マグロアリータの話はもう全然今までと違う展開になっていくと思う <laughs> そうせなしゃあないもんじゃあ2つの民族どうするかでしょそれが復元していく話やらどうしようもないよね じゃあこの人の話この人のエピソードは復元しないエピソードが有名だけど復元するエピソードは人気なかったんしょうもないとか言って何それほんまに現実世界使ってひどいこと起きんねんですしょうもないってどっから言うんか知らんけど、ね、だからこの人が本当にこの人もだからエルメスに戻らなあかんね今今山戸川やけどねこういうヤマト川でしょ、まあ、ファイル入ってるからポイントやになってるかな で、対照的な、ね、さっきちらーっと見せたこの人物をね、明らかに、江西の、ね、中山君なんですけどね。で、じゃあエミシと合体しても仕方がない。ヤマトはヤマト同士。ついになるトと探さなきゃんない。じゃゴリとラーは結構、ゴリとラーで結婚せなきゃんゴリがラーと結婚せなきゃってことな。マサルはそのマサルの弟子さんの名だかな。 男の子と結婚せなあかんねん。実は。他の組はさあかんねん。知恵ちゃんをヒラメちゃんと結婚せなあかんねん。他の組はさあかんねん。悲惨やろ。どうやってって。普通の結婚じゃ無理やろ。遺伝子をすりつぶしはせんけど、<laughs> 一つの遺伝子戻さなあかんねん。知恵ちゃんとヒラメちゃんを、例えばな。それできんと、ヤマトを救うことはできへんねん。じゃあ、なる人とああいう人を一人の人物にせなあかんねん。そしたら、 パッチリ目のエルメスに戻るはずやねん結婚してる場合ちゃうねん。子供作ってる場合ちゃうねん。またマト増やしちゃうやろ大変やな。じゃあ、マト太郎は誰とやろう橋本亨かな河本隆は誰とやろう石破茂かな合体せなあかんねん。そのゲイ、何てのゲイセックスのこと言ったの違うで。遺伝子をほんまに一つにせなあかんねん。すり潰すんちゃうで。なそれが今後の、今回の。 世界の課題なそれでけんかっったらまたヤマトはひどいことをみんなにするしだますことによってな上手にだますやろう。で権利っていう感覚上手に使うやろう。それを仕込んでもらって昔ヤマトがな。その時の経験あるわ。もうこれしかないからお前,がお前らが勝つ方法あってこんな勝ち方こんな生きにくい世界を作ってまあそれだけヤマトが生きにくかったですよってヤマトが支配書いてやけどな。 ほんじゃ本当にそういう遺伝子だか死ななあかんねヤマトは一遍だから抹殺かしょ粛清って言ってるけどヤマトが一遍死んで死んだあとその遺伝子をツいとなるもう一人の自分がおるはずやねヤマトにはそれと一つの遺伝子にせなあかんわけ宗仙とヤマトはすぐ割れへんねん悲惨やろでも宗仙となじゃあ君の丸がリータはそういう話になっていくんじゃ今回は